吹山テレビをご覧の皆さん、こんにちは。それではインスタグラムへの投稿写真から市内の日常をご紹介します。伊吹山とドクターイエローのお写真を投稿いただきました。綺麗な冬空とともに、この風景は米原市ならではの景色ですね。それでは今週の伊吹山テレビはご覧のラインナップでお届けします。まずウィークリートピックスのコーナーです。沖縄小学校を会場にパラトライアスロンに挑む宇田秀樹さんを招いて貴重な話を伺いました。12月10日沖縄小学校で東京パラリンピック出場が期待される選手を招くアスリート招聘事業が開催されました。これは12月4日から10日の人権週間に合わせ、人権集会の一環として開かれたもので、全校生徒およそ200人が参加しました。東京パラリンピック出場を目指す甲賀市出身の宇田秀樹さんは、6年前職場で大きな事故に巻き込まれ右腕を失いました。しかしパラトライアスロンに出会い、どんなことがあってもたくましく生き抜く強さと努力で、現在世界ランキング4位の実力を持っています。宇田さんはスライドを見せながら、事故に遭った当時のことやパラトライアスロン競技のこと、また家族や友達の大切さなどを伝え、子どもたちは誰もが個性や能力を発揮できる社会について学ぶ機会となったようです。何事も前向きに捉えるという話を聞いて、私もそういうふうに生きたいなと思いました。家族の支えが大きいということが分かりました。北朝鮮の拉致被害者蓮池薫さんによる講演会が開かれました。12月10日、人権総合センター SC プラザで、世界人権デーとされるこの日に合わせて人権講座が開かれました。まず参加者らが米原市人権尊重都市宣言を読み上げた後、北朝鮮による日本人拉致問題の被害者として北朝鮮で生活をされた蓮池薫さんによる講演会が開催されました。おもれにならないというもどかさ、夢と絆を求めて翻弄された運命の中でと題した講演では、自身がどのように北朝鮮の工作員に拉致されていったのか、また24年間の北朝鮮での生活や帰国に至った経過など具体的な話が繰り広げられ、参加者らは熱心に耳を傾けていました。また講演の中で、拉致問題に関心を持ち続けることが他の拉致被害者の帰国につながっていくと語られ、参加者はさまざまな思いを持ち帰ったようです。地域支援のあり方について考える地域医療福祉フォーラムが行われました。12月8日近江公民館で地域医療福祉フォーラムが開催されました。これは医療や介護が必要になった人が希望する場所で暮らし続けるための地域支援のあり方について考えようと、長浜米原地域医療支援センターが開いたもので、今年で10回目を迎えます。第1部では大野木地域でまちづくりに取り組む大野木長寿村まちづくり会の藤田博さんが地域での活動について紹介しました。藤田さんからは、地域の課題は地域で解決するを基本理念に、お弁当の配達を通して行う見守り活動や地域への関わりが少ない方への支援活動についてなど、具体的な取り組みが述べられました。
続いて第2部では地域包括医療福祉センター福祉屋の中村康之センター長より、どの世代も住み慣れた地域で暮らしていただくためにと題した講演が行われました。講演では中村先生のこれまでの経歴や福祉屋での取り組みについて、また在宅医療サービスにおいて実際に利用されたご家族のエピソードなどが紹介されました。講演の最後に中村先生は、障害を持った人も認知症の人も子どもも高齢者も誰もが自然な形でいられる地域を作るため、地域包括支援センターを発展させていきたいと抱負を述べていました。それではここで情報制作課からのお知らせです。農林業センサスは農林業の今を知るための統計調査です。おじいちゃんが若かった頃は手作業でした。お父さんの時代になると機械化していきました。そしてこれから私の時代、農林業はスマート化へ。みんなの答えが次の時代を作ります。農林業センサスへのご協力をお願いします。特集のコーナーです。池下区の有志が池下区再発見プロジェクトチームを立ち上げ、一冊の本が発刊されました。そこで今回は本を編纂される中で分かった池下の魅力をお届けします。それでは VTR をどうぞ。伊吹山の姿を水面に映す鏡池として県下屈指の絶景にも選ばれる三島池。この地域は池下。三島池の下方に集落があったことから池下という地名になったと言われています。皆さんは住んでいる町の地名の由来をご存知ですか？そして自分たちの町のことをどれくらい知っていますか？今回は自分たちの住む地域の過去を調べ、現在を知ることで地域に愛着を持つ人が増え、活力ある地域を作っていきたいとの思いで立ち上がった池下区再発見プロジェクトチームの取り組みをご紹介します。皆さんこんにちは。市民リポーターの西川です。今日はこちら三島池の里池下物語の冊子をお持ちしました。この冊子、池下の自然や歴史、遺産や暮らしについて池下のすべてが記されています。そしてこちらの冊子を発刊するにあたり、多くの歴史的文献や資料を読み取り、一冊にまとめ上げられた池下区史編纂委員会の方々に本日はお越しいただいています。本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。では早速ですが、編纂委員会代表の三山さん、この冊子を作成するきっかけを教えていただけますか？はい、今から6年前になりますかね、区の総会で人口の減少でありますとか少子高齢化とか、そういうようなことでコミュニティがだんだんこう弱まってくるんじゃないかなっていう曲からですね、なんとかしたいということで、村の総会に諮りまして、そして、この区史を発行するということと町の活性化を図るなんかをやろうということで提案したら、皆さん賛成してくださってですね、それをきっかけにまず区史の発行と、まあ、このことを昨年にやったわけです。そして去年冊子を発刊され、さまざまな活動が行われたと伺っています。ご紹介していただけますか？はい、市からもですね、大変こうご支援をいただきながら、今年の7月にこの発刊記念のですね、講演会とかシンポジウムをやりまして、そして、またこの石柱を建てる、
まあ、こんな事業を進めてきたんですが、さらに区民の皆さんにいろんなことを知っていただきたいことで、池下遺産のウォーキングをやろうと、まあ、こんなことを考えております。その他あの紙芝居も作ったんですが、これは大変好評でしてね、小学校とか図書館とかそこでも公演してるんですが、上演してるんですが、それだけでなしにですね、いろんな広報区の施設、さらにはまあ、いろんなところでやってもらって好評を得ていますので、これをもう少し広げていきたいと、まあ、こんなことも今考えているところです。池下のことをみんなに知ってもらうためのさまざまな取り組みが行われてきたんですね。本日はここ三島池までやってきましたので、ぜひ池下の遺跡をご紹介していただいてもよろしいでしょうか。はい、この池下の歴史をですね、分かるようなところを 2,3 みんなで回ってご紹介したいとこう思っております。三島池から南西に歩いていくと、色づいたイチョウが大変綺麗な場所に案内されました。三山さん、こちらは？あ、これはね、不動堂、またあの毘沙門堂とも言うんですが、もともとは長禅寺というお寺のところにあったんですが、江戸時代にこちらの方へこう移ってきたものです。それが元なんですが、ここの不動明王は大和の室生壇から勧進されたって、なってるんですけれども、実際はこれはですね、向こうの朝鮮寺の時にもう荒廃しちゃって、これが移ったと同時にまた掘り直したものというふうに我々は聞いてるわけです。でここで、2月と8月の不動尊の縁日の日にね、村を挙げて法要を務めてるというお堂なんですよ。そしてこちらには立派な大木がありますが、この大杉はですね、あのこの三島物語の一番初めの地図にも入ってるんですけれどもね、これ見ますと、これ元禄3年の地図なんですが、そこにこの不動堂とこの大杉があるわけです。で環境庁の、大きな木のデータバンクには300年以上と書いてるんですが、実際こういうのを見てるとですね、少なくとも400年以上は経ってるんじゃないかな。400年思われます。これはもうこういう事実から見てもですね、400年は確実に経ってるというように思いますね。宮本さん、こちらは？ここはですね、江戸時代にこの村の庄屋をなさってたお家の墓所なんですけれども、ここに珍しいこの無法堂というお墓がありますので、まあ、その辺のところから、あのこれもかなりいろいろ優秀があるんじゃないかなと思うんですけれども、詳しく調べようと思うとこの字がもう読めないんですよ。で篠野さんにもちょっと今相談してるんですけど、なんか言う方法ないか教えてほしいなと、こんなこと思ってるんですけども。こんにちは、歴史文化財奉還の小野です。小野さん、はい、ここの墓なんですけれども、ここに無法塔がありますね、はい、これはあのお坊さんの墓だとこう思うんですけれども、もう少し調べたいんですが、何か言う方法教えてください。どうしたらいいでしょうか。そうですね、もうかなり見てますと字が一瞬見えないんですが、まあ一番手っ取り早いのは拓本ですね。あの上から紙を貼って上に墨をすると、あのまあ溝になって字の部分が浮き出てくるというやり方ですね。多分拓本を取るのが一番まあ手っ取り早いかなと思います。おそらくお墓なので戒名ですね、戒名と多分没年が書かれていると思います。正面に多分戒名で、まあ、側面に没年が書かれているのかな、まあ、あとはまあ何となしですけど、まあ、そう思われるので、まあ、一度取ってみるのが一番いいかなと思いますね。また一つよろしくご指導ください。はい、はい、よろしくお願いします。それから再度三島池周辺へ戻ってきました。三島神社に向かうおよそ50メートル手前の場所に案内されました。
それでは岩島さん、はい、こちらをご紹介いただけますか。あ、ここが冷やしゃ御前と言われる方のお墓なんです。はい、冷やしゃ御前という方はこのちょうどこの目の前の三島池の水が枯れた時に、うん、人柱となって埋められたというようなことが言われてたところなんです。で、そういうような方がここに、お墓として、なってるところなんです。で、私らここ小さい時からここは原痛み屋さんとこういうような言い方をしてました。原痛み屋さん、はい、ほんでそれは昔の人から聞いてたのはこの近くでおしっこするとこのね、お腹が痛なるとこういうようなことを言われてまして、この辺にいてますともう私らこのちょうどこの場所なんかはよう怖くて入れんかったこういうようなとこなんです。それでは続いて大橋さん、こちらをご紹介いただけますか。はい、こちらは三島神社です。池下のお宮さんです。この三島神社を勧請された説は2つの説があります。一つはこの地の領主佐々木秀吉が伊豆にある時源氏の再興を願ってお参りした三島大社を、源氏の世の中になって感謝を込めてこの地に勧請されました。またもう一つはこの地の地頭として鎌倉幕府から赴任された佐々木大原重綱がやはり、伊豆の三島大社を勧請されております。2つの説がありますがどちらが本当かは分かっておりません。三島神社を通り過ぎ西側の山際を案内されました。普段は通ることのない場所です。続いて大橋さん、はい、こちらご紹介いただけますか。はい、こちらがですね、私どもの方では通称元不動と呼ばれる場所です。こう全体こう西の山という大きなこう山の中でここについてはですね昔から元不動というふうに呼んでいます。で、まあ、多分昔長禅寺というお寺がですねあったその跡ではなかろうかというふうに想像される場所でございます。で、大和国のですね、室生寺からそのご本尊である大不動さんをお迎えされたというふうに伝わっています。今回は様々な遺産をご紹介いただきありがとうございました。池下にはまだまだご紹介したいところがたくさんあります。池下物語からわかる池下の魅力を区民の皆さんに知ってもらうために池下遺産ウォーキングなども開催し地域の魅力を区民みんなが再認識できるような取り組みをこれからも行っていこうと考えています。池下の取り組みのように私たちも皆さんも今住んでいるところを知ることで自分たちの地域の魅力を再発見し地域への愛着を持つことができるかもしれませんね。池下区市編纂員の皆さん今日はありがとうございました。ありがとうございました。